ういう感じでこれからもやっていくかなと思うやけど、もうなほんまにやばい、やちょっと良くなってきたからこうやって話せてるし、逆に面白すぎるからもはやシェアしたかってんけど、私3日前ぐらいから胃腸炎になってて、胃腸炎ってこんなしんどいのっていうぐらいないけど、今日やっと病院行って、そしたらまあ普通に食中毒やって先週食べた鶏のレアが当たって、他の人は大丈夫だったと思うんだけど、私は多分体質的に合わへんかったんかな、多分弱かったんかな。でもそっからずっと嘔吐と、まあ言わへんけど、いろいろで、それと同時にな、生理来てやばないっていう。胃腸炎ってさ、ウイルス性の場合は、まあ、言い換えてしまえば食中毒やんか。だからさ、そのお腹痛と嘔吐と、そして頭痛もあるのね。しびれと足の倦怠感と、で水も全然飲めんやんか。じゃあ水飲むけど、まあ拒むやん、体が。かつ生理来てさ、どうしたらいいの私って。なんか体に強制的に休めって言われてる気分やったから、しかも今はこう話せるよけど、そもそも何もする元気がないからさ、休むしかなかったから休んだけどさ、ほんまに今となっては面白すぎて、胃腸炎かける生理って何みたいなっていう感じの、まあここ3、4日、覚えてないや。しかも今日な、病院行ってちょこ誰か悪いとかないけど、病院一応電話した方がいいかなと思って、診察の予約をしたいんですけどって電話して、まあ一応保険検査2回して2日に向けて1回ずつして、2回とも陰性やったんでコロナではないと思うんですけどって言って、受付の人にその状況を伝えて、一応最初になった日には高熱バーンって 出てたんよ。そしたら、あ、じゃあ高熱1回だって出てるっていうことなので、感染者枠ってさせていただきますねって言われて、私、分かりましたみたいな感じで、まあ、だからじゃあ何時に来てくださいって、着いたら駐車場から電話してくださいって言われて電話して、そしたら裏口に来てくださいって言われて、分かりましたって言ったら、裏口の窓を先生が開けて、私外で立って死ぬ続けんねんけど、で先生が持ってる紙見たらさ、陽性のとこに丸してあって、陽性っていうのはご自身で判断されたんですか、回答も されて陽性ってことなんですよねって言われて、あ、いや、あの2回ともやって、あ、陰性やったんですって言ったら、先生が、いや、すいませんみたいな感じで表情を聞いて、いや、そんな全然コロナちゃうな、ちゃう感じやなって言って、で診察終わって、でそしたら受付の人からまた電話かかってきて、じゃあ挑戦を、で今日の料金に関しては、あの、また元気になってから払いに来てくださいって言ったから、あ、一時としに来てるんで、自治会館にいたら、ことでも同居されてるんですよねって言って、あ、はい、でもあの先生全然コロナじゃないって言われたんですけどって言って、あ、そうなんですね、あ、でもみたいな感じで、あ、まあ分かりましたって言って入ったんやけどさ、なんかえみたいなあの、難しいご時世なのも分かるけどさ、結局取っちゃったのかなって。だって後からさ、その口コミ見たら、なんか今までは良かったのに、最近みんな口コミ見たら受付の態度がめっちゃめっちゃ感じるだけだったから、あ、だったかなとか思いつつっていう感じのあれで、まあ、っていう緊急報告です。はい、ありがとう、お話聞いてくれて。なんかさ、この食中毒の頭痛ってすごいね、横になってるのから体を起こした時にっていう顔になる感じの、もう浸透起こったんかってくる、前が見えんくなる。まあそんな感じで、だから皆さんね、鶏肉には気をつけてくださいということで肉に限らず胃腸炎しんどいので、みんな気をつけてね。そんな激ゆる動画でした。もうちょっとで、あ、なんもないです。あ、履修登録